オプスの衣装を着たリュイやドルシルッタオプスは古代ローマ神話においてサビーニー人が起源の繁殖第一の女神である。夫はサートゥルヌスである。サートゥルヌスはギリシア神話のクロノスと同一視されるがオプスはクロノスの妻レアーと同一視される。像や硬貨に描かれる際には指定の神々が通常そうであるように座った姿で描かれ。 象徴として、王尺か法を持つ。指定の神は、ガヤと、チボシンであることの明示である。当時のローマの文学では、オプスという単数型が用いられることはなく、オピースという複数型のみが用いられた。ラテン語で、オプスという単語は、裕福さ、物、豊かさ、才能、贅沢さ等を意味する。また、この言葉は、労働、 特に農作業を意味するオーパスと関係がある。この活動は神聖なものとみなされ、しばしばオプスやコーンスス等の地定の神の意思を得るために宗教の儀式に取り入れられた。また、サンスクリット語で、もの、所有を表すアプナーズという言葉とも関係がある。ローマの伝承によると、オプスへの信仰はサビーニー人の王、キゥスタティウスによって始められたという。 オプスはすぐに、裕福さ、豊かさ、繁栄の守護神となった。カピトリウムには、オプスの神殿があり、もともとは、オプスを称える祭りは8月10日に行われていたが、さらに12月19日も加わった。この祭りは、夫のサートルヌスの祭りでもあった。オプスが、ギリシア神話に取り入れられると、サートルヌスの妻であるだけではなく、彼の姉妹で、 カエルスの娘であるとされた。彼女の子供は、ユーピテル、ネプトゥーヌス、プルート、ユーノー、ケレース、ウェスタである。さらに、彼女は、神々の女王とされ、地位の高い女神であるとされた。ありがとうございます。